私自身はその2012年に日本のデザイナーの三宅一生さんから日本に国立のデザイン美術館を作りたいねっていう、だからそういう活動するから手伝ってっていうふうに言われて、まあ、こういうことに関心を持つようになりました。その一番最初は私三宅さんに言ったんです。デザインの美術館を作りたいとおっしゃるけれども、デザインなんてそんな狭いことをやってどうするんですかっていうふうな意識の狭いところがありまして、私自身がデザインというと本当にこうちょっと特別なちょっと気取ったようなものっていうふうに思ってました。日本語ではデザインっていう言葉がですね、衣装っていう感じになるんですけれども、これは本当にちょっと表面的な見た目みたいな翻訳のされ方をしていて、中国語だと設計っていうもうちょっとこう基本的なものの通りみたいなことを言うっていうこととかですね、少し勉強したら三宅さんが言われるデザインがすごく大きな意味で、まあそれでいうと物だけじゃなくてことっていうか生き方をデザインするとか、すごく広い意味でおっしゃってるっていうことがわからないような状態から始めたんですけれども、この10年ぐらい続けてデザインに向き合う中でも今でもどん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 更新されていっていて、私が思うデザインっていうのはまあそれがあることで暮らしというか日々が豊かになる、豊かにしてくれるものだっていうふうに今のところは思ってるんですけれども、で今回展示している7人のクリエイターの方それぞれの展示のコーナーにも、あなたにとってデザインって何ですかっていうことを聞いている答えが掲示してありますけれど、それ本当に多種多様でバラバラです。来場者の方にご自分の生活に思いを寄せていただいて、自分の身の回りの一つ一つのものがこういうふうに使う人を幸せにする、豊かにするということを考えて作られているものなんだなっていうふうに感じていただいて、ちょっと日々を見る目が変わっていって、このジャパンハウスを一歩出たら街を見る目がちょっと変わるようなふうになっていただければ理想的だと思っています。この展覧会にはあなたにとってのデザインの宝物を教えてくださいっていうコーナーを設けていまして、イギリスに暮らされる方、イギリス、ロンドンは国際的に開かれた都市ですから、イギリスの地図とそれから世界地図を用意していて、皆さんがあ、そういえばあれもデザインの宝物だなって言って、自分でこうみんなに教えてあげたいなと思うものを壁一面にこうどんどん貼っていくような体験ができるようなコーナーを作っています。このジャパンハウスロンドンにいらっしゃった方々がこう提案するデザインの宝物で壁がいっぱいになるとすごく嬉しいなと思っています。